はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。今日はこちらですね、仮面ライダーゴーストのデラックスディープスペクターゴーストアイコンです。はい、2016年4月23日本日発売のディープスペクターゴーストアイコンを買ってきました。はい、では早速開けていきましょう。はい、OK。 はい、こちらがディープスペクターゴーストアイコンですね。はい、前面も背面も全部クリアですね。はい、かっこいいね。うん、というかね、この目がまず怖いね。そうだね、かわいい怖い、かわいい怖いね、なんかキラキラしてるね。非常に絶縁シートがあるので撮ってみてください。はい、 OK。 じゃあボタン押してください。はい、うわ怖い怖い怖い、もう一回押してみて。あ、結構光るね。ちょっと待って、照明落としてもう一回やってみましょう。結構綺麗に光るね。うん、ではゴーストドライバーで聞いてみましょう。はい、ゴーストドライバー、なんか言ってるね。うん、はい、よく見ろって言ってる。ギザギザゴースト、そうだね、そう言ってたみたいだね。ゲットゴーカクゴー、このアイコンから音が鳴ってたね。うん、うん、すごいすごい、結構てんこ盛りだね。うん、これはちなみにディープスペクター激高モードというものみたいですね。あー、おお、大目玉あるんだ。なんかめっちゃ極限っつってたね。はい、それとですね、今回はこちらも紹介しましょう。はい、デラックス石の森ゴーストアイコンです。まさかの2連発ですね。はい、はい、こちらですね、ゲットしましたので、はい、開けて聞いてみましょうか。はい、いくよ。はい、このまま入ってます。そのままだね。はい、こちらが石の森章太郎アイコンですね。はい、はい、それで、後ろ側はちょっとエメラルドグリーンみたいな、メタリックエメラルドグリーンかな。はい、綺麗な色ですね。はい、それで、上は石の森と書いてあります。はい、で上が漢字で石の森だね。はい、はい、これはね、多分番号なんで、石の森が。そうだね、いつもここ番号書いてあるね。はい、ではボタン押してみてください。はい、よいしょ。お、んお化けみたいなやつ、なんかキャラクターが喋ってるね。で次は、うん、目玉、石の森。で最後が戻りますね。はい、はいはい、ではゴーストドライバーで聞いてみましょう。はい、いくよ。石の森なんてなるんだろう。天と神、創造の 神、素晴らしいじゃないですか。うん、じゃあ必殺技。はい、オメガドライブ。これ一緒か。一緒だね。うん、じゃあオメガも一緒かな。多分ね。石だね。はい、ということで今回は仮面ライダーゴーストのデラックスディープスペクターゴーストアイコンとデラックス石の森章太郎ゴーストアイコンでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。両方ともアイコンの動画でしたね。はい、はい、ということで今日の動画がですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にまあチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。
します。そしてコメントをいただけると大変嬉しいですね。それとマイチャンネルではツイッター、フェイスブックページ、インスタグラムもやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。